はい、今日も山チャンネル見てくれてありがとうございます。今日はね、2021年11月、何日だ、20日、今日の函館空港がどんな感じかちょっと見に来ました。さあ、いつもの駐車場に停めて見てみよう。なんか車多い感じするね。多いかな。函館空港です。さあ入ってみるか。いや、思ったより少ないな。誰もいねえ感じ。いや、びっくりだね。びっくり、ガラガラ、ほんと人いないな。びっくり、もっといると思った。3階、ここはレストランだからな。丼屋さんとレストラン前にも紹介したけど、珍しい、ここも誰もいない。いつもね、誰かしらいるんだよ。今日いないね、誰もいない。こんなのあったんだ。いやー、こうだ。函館山、逆光だね。逆光、飛行機は、飛行機はやっぱいいなぁ、いいなぁ。珍しい、いつも俺が来るとエアブーだけど、今日は全日空だ。バックしてるね。前はなぁ、ここ来ると帰りたくねえなと思ったけど、今はちょっと帰りてえなと思うな。わがままだね、人間はね。全日空とエアドゥと、まあどっちも乗ったけど、あれだな、全日空の方は飛行機がでかいのかな。全日空だと平気だったけど、エアドゥだとなんか耳が痛くなってる気がしたな。気のせいかな、よくわかんないけどね。さあ、どっちへ飛んでいくのかな、この飛行機は。なになになに、飛んでった、飛んでった。そうなんだ。はい、今日のね、函館空港の様子でした。どうだったかな。思ったよりね、人いなかったね。どういうあれかよくわかんないけど、もっといっぱいいるかなと思ったけどね、いなかったね。ということで今日はこれでおしまい。チャンネル登録お願いします。じゃあまた。